Ciao ragazze, bentornate nella cucina di Benissimo, Nina San, Benissimo nel cucino, cari Nina San, ma sei? Yassashiri, ori, shirizu, de, suzuketai, to, omoimasu. Oggi continuiamo con le ricette facili facili, ne, kantan, kantan, na, recipe, de, suzuketai, to, omoimasu. Kyo no, recipe, wa, totemo yassashi, nanto, ano, subarashi, shokuzai, o, sukawasete, itadakimasu, okusan, kore desu yo! これでございます。ズッキーニですね。ベリコアエロバリエ。エコ。ベリアシェノ。これズッキーニです。ズッキーニね、まあ夏の野菜なんですけども、一年中今スーパーには置いてありますので、これあればもう素晴らしいイタリア料理ができるんですね。よくイタリア行くとレストランに大体前菜として、おつまみとして、副菜として出てる料理を紹介します。これを使ってね、今日の料理はズッキーニトリフォラーテ。事前にこの料理を作ってその後から食べても美味しいんですね。冷えても美味しいんです。お弁当箱でも何でもいい。あとね、ビーガンですね。ビーガン料理ダイエットにもなる。素晴らしいね。だからダイエットの人、ビーガンの人、あとね、料理、初心者の方はぜひ作ってみてください。材料の紹介でございます。こちらです。えっ、パムゴジ、えっ、同じね、これと同じね。まずズッキーニ、ズッキーニいろんな大きさあるから奥さん、うん、今日はまあ普通のサイズだから2本。あとはニンニク、ニンニクね2かけ、ブラックペッパー、そしてまあイタリアンパセリ、イタリアンパセリ多め、多めがいいですね。 OK ね、これだけ。あともちろん塩とオリーブオイル準備してくださいね。よろしくお願いします。では早速スタートです。だ、コミンシャムアクジナ。フライパンなんですけども何も敷かないね。もうオリーブオイルついてあるから、スポット、ポイントは強火にすることですね。オリーブオイルがついたズッキーニとニンニクを入れます。同じ感じに焼きたいので大きいフライパン使ってくださいね。そしたらほら重ならない。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント欄に投稿を忘れずによろしくお願いいたします。弱火にしてブラックペッパーと塩をかけます。そしてまあ様子見ながら数分蓋します。はい、1、2分経ちましたのでもう大丈夫ですね。ニンニクはね必要ないから除きますね。なぜかというと食べてしまいますとチュするとね口が臭くなるからな。でもね、まあ、パワーもつくからな、まあ、食べたい人は。最初のボウルにズッキーニを移します。そしてたっぷりみじん切りのイタリアンパセリを加えます。お、なんかあっという間でしたね。ズッキーニトリフォラーテ完成でございます。イエーイ。冷えたらすごく美味しいのでまたフリーザーパックに入れて保存してもいいんですね。冷蔵庫に入れて。 OK、 味見させていただきます。いただきます。一口いっちゃうぜ。あ、皆さん、今日もお疲れ様でございます。Grazie per avermi visto fino all'ultimo. Vedete? ほら、この、こういうね、フリーザーパックに入れて、好きな時に食べればいいんですね。冷蔵庫に入れたら、冷えたらまたね、その味が染み込んで美味しいですね。いや、どうですか、奥さん。ズッキーニもいいでしょ？ズッキーニですよ。ズッキーニ。ということで皆さん、また次回お会いしましょう。チャオ！